行けと言ったら負けるのよ。その言葉が胸に響かしようか。あと10年戦えるだけの気力が全身に染み渡った気がした。この高揚感を一体何に例えるべきか。自分の行く先に広がる途方もない闇に、確固たる希望に満ちたまばゆいばかりの光が差し込んだような思いだ。やれる、私は戦える。そして誰よりも強い。噛みしめた下唇からにじむ斧勝ちの味すら甘美に思えるほどに繊維が高揚しているのがはっきりと知覚できる。これが洗脳の効果だというのだ。私は洗脳を受けて本当に良かったと心の底から溢れ出る感謝の気持ちでいっぱいだよ。どうした、隠れてないで出てこいよ。ここでケリをつけねえと、いつまでもついてこられちゃうちのマスターに迷惑なんだっつの。私もあの子同じ組織で育った。そして私たちはどんな形であれマスターを好きになる。そういう風に洗脳されている。私の性能がマスターの誉れとなるのなら全てを捧げよう。敗北に身を移して生き返るぐらいの死んだ方がまだマシだ。狂犬のレナ参上。装備は今日は何を持っていってるの？いつも通りイグニスとジャッジの2丁で、弾はそれぞれ4号 ACP がマグ3本プラス1の40発、4等のバードショットが10発です。弾が足りないわね。40発なんてあっという間に打ち切ってしまうし、バードショットなんて近距離でしか使い物にならないじゃない。相手が山ほど弾持ってたらどうすんのよ。レナが不利じゃん。平気だって、あの子は負けないから。何を根拠に。聞いてなかったの？ハルトはレナに負けるなって言ったでしょ。だったら負けるわけないじゃない。そんなの何の根拠にもなってないじゃん。だから何さ。言っておくけど、喧嘩に負けて泣きながら帰ってくるようなうちには一人もいないわよ。100発撃たれたら1000発撃ち返せ、弾がないなら1000回殴り飛ばせ、勝つまで帰ってこなくていいし、負け犬に食わせる飯なんてないってのがうちのルールよ。弾がなくなったら殴れって、むちゃくちゃじゃん。私が笑い出したら死ぬ気で逃げろって。あれ、冗談じゃなくて本当にレナに殴り殺されちゃうわよ。本当に下手だなこの子。けど実弾の入った銃を持って人を撃つってのは思ってるより難しい。何がそんなに難しいって、敵もまた実弾の入った銃で撃ち返してくるってのは本当に厄介なんだよね。そんな高ストレス環境下にあったわ。視野は狭まるし、耳もよく聞こえないし、頭はいつもの半分も回らない。銃を抜いて構えるだけの当たり前の動作さえうまくできないし、ましてや敵に弾を当てるのは本当に難しい。10発撃って2発当たればいい方で、当たったらラッキーってくらい。そんな状態を少しでも優位にするためには、頭じゃなくて体に覚えさせるしかない。同じ動作を何度も何度も繰り返して、目が見えなかろうが耳が聞こえなかろうが、寝ぼけていて頭が回ってなかろうが、いつも同じ動作が無意識にできるように体に覚え込ませる。そして銃を抜いて敵を狙うという動作を無意識かつ
半自動化することで少なくなった脳のリソースを無駄に消費しないようにする。これができるようになるだけで着弾率が倍近く上がる。そりゃお互い様だっつの。本人が言う通り下手な鉄砲だし、当たったところで弾が急に切れる。バイタルゾーンへの火がボディーアーマーが止めてくれる。でもこっちの45口径を食らっても平気で立ってる。どういうこと？あのつなぎ、まだ。それにしたっていくら移動が避けようともしない。ただ骨くもに尖った殺意をこちらに向け、それを突き刺すように突っ込んでくる。死んだらどうしようと考える。自分の死のことなんか忘れている。ただただ長く鋭く尖らせた殺意を突っ込んでくる。失うもののない奴の戦い方って本当に始末が悪い。お金にも物にも人にも固執しない奴は自分にも固執しない。命を惜しまない。当然他人の命なんて道端の石ころに等しくどうでもいいと思う。生きるのが面倒くさ、死ぬのも面倒くさ。誰かに殺してもらえば楽だけど、こっちが殺そうとしないと本気で殺してくれる他人はなかなかいない。死は救済なり、されど自殺は悪なり。そんな決死が許されるなんて、殺し続けるただの装置。死んだところで代わりはいる。死んだところで組織の装置から数字が一つ減るだけ。死んだところで敵には死体から得られる以上の情報は何も与えない。そういう奴の戦い方は本当に始末が悪い。確かに昔は私もそうだった。大切なものを手に入れてしまった今の私にしてみれば、なんというか、これはヘドが出るというやつから、このまま何も考えずに突っ込んでくるやつを見てると、その子供じみた行動にヘドが出る。安っぽい殺意に腹が立つ。何も分かっていない子供が命をおもちゃにすることで大人を気取っている姿を見ると、昔の自分を見ているようで死ぬほど恥ずかしくなる侮辱に他ならない。タックス、あんた見てるとイライラするよ。奇遇だな。私も今同じこと考えてたぜ、シックス。さすがにもうローテーションする銃が尽きた。こっからはリロード合戦だ。アグケッツル、エンプティーマグをリリース。新しいマガジンを叩き込む。スライドストップをリリース。ここまでは一緒。でも、マキのマガジンチェンジには一つ余計な弾が入る。スライドの閉鎖不良を嫌ってか、スライドの尻を叩く癖がある。わずか 0.2 秒、けど 0.2 秒あれば十分。よっしゃ、勝った。けっ、なんで、このマガジン要修理の。ついてないな、姉さん。
銃がマスターに買ってもらった。大事なイグニスが壊れてしまった。もう弾は撃てない。銃の弾がなくなった時どうすればいいのか。前にいた施設では教えてくれなかった。転んだ子供は置いていく。戦えなくなった子は見捨てられる。それが当たり前だったけど、美浜は違う。銃が使えなくなった時に必要なのは、敵に向かって一歩を踏み出すほんの少しの勇気だって美浜では教えてくれた。そして一歩を踏み出したのなら、最後の武器は根性だけだ。へえ。頭の中に何かがガチンと弾けたような音がして、気がついた時には銃を投げ捨てて殴りかかってる。ガードしたのに、ガードの上から絡みつくみたいに腕が伸びてきて拳が届く。ブリッカーか。昔のまんまの私だと思うなよ。そりゃ悪党側の吐くセリフだぜ、姉さんよ。見え見えなんだっつの。無駄だっつの。目は口ほどにものを言うと言うけど、殴り合いになると相手は必ず私の目を見るようになる。私の目線の動きから次の行動を予想しようと必死に目線を追ってくる。つまり目線で嘘をつけば簡単にフェイントに引っかかる。頭で分かってても動けない。やっちゃう。視線からの予測、リーディング。そのリーディングに頭より先に体が反応してしまう。わっちゃう。これは熟練者であればあるほどハマる罠だ。ルイボスチャー。やば、手首が。手応えあったぞ。左の手首折れたよね今。もしかしてバイクでこけた時に痛めてた。うっせえ。ちああ、やっぱりね。そのくせ、治ってないんだ。この子は殴られるとつい殴られた箇所を見てしまう癖がある。一度痛いのをもらうと最後まで諦めずにガツガツと攻めることができなくなる。そのまま守りに入ってしまう。辛いよね、苦しいよね。けどどんなにしんどくても役に乗りたいなんて思っちゃダメなんだよ。辛い時、苦しい時、何クソと歯を食いしばった奴が勝つのが喧嘩なんだ。子供の頃に教えたじゃん。気が甘い。これ、もう一丁。うわ。戦場では同じ穴に二度砲弾は飛んでこない。それが常識だから、あえて同じ箇所を狙う。当然相手は殴られたポイントをガードして痛みを無視する。いくらやられても痛くないって顔をするけど、痛くないわけなんてないし、痛みを無視したところでイライラするだけ。そう、イライラする。これはストレスだ。ガードの上からの小さなダメージでもいい。ス
ストレスを何度も与え続ける。相手がいい加減にしろと叫び出すまで何度も何度も嫌がらせを続けてストレスを与え続ける。いい加減にしろ。この子は昔からそうだ。しつこく殴り続けると顎が下がって下から顔面にもらうか横から側頭部にもらってしまう。そしてそれらを嫌って頭や顔面のガードを固め始める。セオリーとして同じ箇所への連打が来ないと考えて腹部のガードが甘くなって同じところにもう一発もらう。顔面のガードがズルズルと下がってくるまで何度も何度も殴る。私が殴っているのは体だけれど折ろうとしているのは心だ。何発殴ったところで心を折らなきゃ意味がないんだ。やべえ、いよいよ本気で切れやがった。デカツちゃんに負ける。よくもやったな。あの銃は、あの銃はマスターにもらった大切な銃なんだ。くっ、くっ、よくも壊したな。絶対許さないぞ。よく聞けバックス。深見玲奈、それが今の私の名前だよ。この深見玲奈にとって敗北はただの侮辱。それ以外の何者でもない。故に私は死んでも負けることを認めない。私に負けは許されていない。敗北が侮辱なれば何をもってかこれを晴らすべき他なし。何を言って、要は私が弱いとマスターが恥をかくんだよ。勝利を欲する理由なんて私にはそれだけだ。そりゃ、私だって同じだ。負けるわけにはいかねえんだよ。どう？苦しいでしょう。苦しい時ほど綺麗な一発逆転が欲しくなる。欲しくて欲しくて欲しくて我慢できなくて、つい捨て身とばかりに大振りを出しちゃう。くっ、ぬぅ！の前で膝を崩すとさ、首掴まれちゃうぜ。しまった、フロントチョーク。あ、意識刈り取られる。さて、悪いけど私ちょっと男泣かせてるからさっさと終わらせてもらうね。マスター直伝フロントネックチャンスリードロップ。ワン、ツー、スリー。ウィ
やったの？いや、やってはいないけど、勝ったよ。心臓も取り返した。本当にぶん殴って倒したんだ。むちゃくちゃだな、お前。私はあんたが負ける方にかけてたんだけどな。あんたが負けた時のセリフも用意してたし。そうか、レナが倒されたか。だが、奴は我ら四天王の中でも最弱みたいな。何それ、ひどくない？てか、余裕だったし。自分の姿を鏡で見てから言いなさいよ、ボロボロじゃん。言ってる場合？荷物を取り返したならさっさと届けないと。緊急運搬用にヘリを用意してもらいました。20分後に救急センターのヘリポートに到着するそうです。私たちも急ぎましょう。じゃあ私がマイクで。あんたその怪我で何言ってんのよ。逆に危なっかしくて任せてらんないわよ。あんたは車に乗りなさい。え？でも大丈夫だし。大丈夫じゃないから言ってるのよ、引き分けなさい。でも。マスター、でもだって、ハルト、あなたバイクで帰るって、動くの？それ。別に手放しで褒めてもらえるとは思ってなかったし、怒られるかもと覚悟はしてたけど、マスターの顔は曇っていた。あの顔は知ってる。あれは怒ってはいないけど、困らせてしまった時の顔だ。褒められるでなく、怒られるでもなく。つまり私は中途半端な仕事をしてしまったという証拠だ。レナ、傷が痛むの？なんで？泣きそうな顔してるわよ。勝ったんだから最後までシャキッとしなさい。荷物はハルトがバイクで届けてくれるから、あなたは早く車に乗って。だから泣かないの。ちゃんと仕事はしたんだから、ハルトも怒ってないわよ。わかってる。ねえ、この黒くてでかい子どうすんの？捨てといていいの？生きているなら連れて帰るわ。縛って車に積み込んじゃって。わかってるけど、それでも私は褒めるか叱るかしてほしかった。まるでどうでもいい子のように扱われるぐらいなら叱られた方がマシだった。こんな風にあなたを好きでいることさえ悪いことのように思えてしまうくらいなら。お疲れ様、ジュニア。荷物ちゃんと届いたわ。おかしなことを言うわね。いいに決まってるじゃない。おかげで私の首もつながったわ。やあね、どうしてそう思うの？ん？それで？で、ソード最弱小のうちが怪しいって、そういうわけね。あなたはどう思ってるの？あなたの想像した通りよ。今回の黒幕は、私。
やっぱバレちゃった？へへへ。で、どうする？上に報告する？あら、優しいのね。でもどうして？ん？言ったらどうしてた？共犯になってくれた？だったら言わなくても同じじゃない？そういうあなたは現場指揮官向きよね。面倒くさがりの怠け者のくせに生真面目なところがよ。ごめんね、ジュニア。レナちゃん、怪我したんでしょ？そうね、あの子はそういうとこで鼻が利くし、変に物分かりも良くて我慢強いから見てて辛いわ。ギク、あらやだ、お見通し、おろばれ。分かってるわよ、冗談だってば。組織がなくなったら上官も部下もないけどね。そのせいで国が滅んでも。え、言うじゃない、美浜の子は幸せね。部下より先に絶望しちゃダメよ、やれることがあるうちはね。私だって分かってるわよ、逃げずにちゃんと責任は取るから。美浜に入りなさい。みんなあなたを待ってるわ。大丈夫よ、あなたはちゃんと仕事をしたんだから、面倒なことにはならないわ。じゃあまたね。はい、羽川。ああ、はいはい、その件はもう決着がついたわ。全部うまくいったわよ。あ？まあ、お怒りはごもっともですけど、今後はもうこういう仕事お断りさせてもらっていいかしら。は？知らないわよ、あんたたちのせいでジュニアに怒られちゃったじゃない。何も分かってないよね。あんたたちがあの子の敵になるなら、私もあんたたちの敵になるわよ。もしそうだったら全力でぶっ潰すし、何年かけてでも呪い殺すわ。じゃあそういうことだから、もう電話してこないでね。バイバイ。まったく嫌になっちゃうわね。ねえお姉ちゃん。何？なんでお姉ちゃんはさ、いっつもハルトに冷たいの？は？なんかいっつもハルトに対して怖い顔してんじゃん？ねえチョコ、いくつか確認してもいい？いいけど。私ハルトに冷たい？え？うん。私の顔怖い？うん。なんでな？ハルトが嫌いなの？前になんかあった？待ってチョコ、立ち直るのに少しだけ時間をちょうだい。お姉ちゃんちょっとショックだわ。あ、なんかよくわかんないけどさ、元気出しなよ。おかえり、あんたたち。うん、今帰ったぜ姉子。早かったのね、美浜のお財布で晩ご飯食べてくると思ってたのに。そうしようかと思ってたんだけどさ、怪我人とかも出てバタバタしてたし、それに昨日姉子が作ったカレーまだいっぱい残ってるじゃん。あれを姉子と一緒に食べよってお姉が言い出してさ。カレーなんていつでも食べられるでしょうに。バカね、人のお金で食べるご飯が一番おいしいのよ。帰ってきちゃう。
ダメだったの？バカね。そんなわけないじゃない。姉さん、どこにも行かないわよね。私たち、帰ってきていいのよね。は？当たり前じゃない。何言ってんのよ、あんた。この私が、あんたたちを見捨ててどっか行くとでも思ってたの？ほんとバカね。だよね！なんかお姉今日変だよ。やっぱ、ハルトになんかされた？違う。っていうか、ハルト関係ないでしょ？もう、バカチョコ！何を？ほら、もう喧嘩しないの。帰ってご飯にしましょう。私もお腹が空いたわ。はーい。だから貴様たちが取り返した心臓はすでに使い物にならん状態だったと言っている。確かに。しかし届いた心臓の状態が悪すぎた。あれをそのまま移植しても機能はしないし、動いたところで感染症を引き起こして長くは持たない。輸送中にトーマスを死なせてしまった。やむなく酸素で心臓を取り出したのがまずかったんだな。移植用の心臓を剥離して取り出すのは専門医でも時間がかかる。心臓を摘出するだけでも大変だってのに、どこを切ってどこを残すかも分かってないような素人が雑に取り出せば、その時点でもう使い物にはならんよ。向きになって取り返す価値はなかったってことだな。では石部氏はまた新しい心臓を調達しないといけませんね。そうもいかんよ。ミンちゃんが裏からいろいろと調べまくったおかげで、石部氏が違法に心臓を手に入れたのが各所でバレた。それでも知らぬ存ぜぬで押し通すこともできたんだろうが、ほら、取り返した心臓が早く欲しくて焦った石部氏はヘリで心臓を運ばせただろう。もうどんな言い訳も聞かん。まずいですね、石部氏。まあね。しかし心臓の密輸を担当した京泉桜ヶ丘が知らん、そんな事実はないと言っているらしいからな。京泉桜ヶ丘にヤバい荷物を運ばせてる連中にしてみれば、明日は我が身のヤブヘビだ。これ以上は石部氏をつつくような真似もせんだろう。石部氏は京泉桜ヶ丘に大きな借りを作ってしまいましたね。最初からそれが目的だったんじゃないかってぐらい見事にはめられたな。石部氏もうちも。ん？どうした葵？周りに少しずつ損をさせて、わずかで目立たない程度の利益を自分の懐に収める。鵜川の得意な手口じゃないか。だから最初に言っただろう、めんどくさいめんどくさい、やるだけ無駄だ、バカバカしいと。ですがこれでロシア最大の犯罪組織が崩壊すると思えば、損失ばかりとも言えないのでは。そっちには紫からの報告が言ってないのか。ロシアンマフィアのボス、名前なんて言った？アレクセイ・ニコラビッチです。そう、そいつさっき死んだらしいぞ。人の心臓をかっぱらってまで手に入れようとしてたんだ。もうギリギリだったんだろうさ。潜入捜査中の生駒紫の報告によれば、アトメ問題に起因する暗殺の線も捨てきれないとのことですが、もう少し潜らせますか？いや、必要ないだろう。
社長が死んでも企業が潰れないのと同じように、ボスが死のうが組織は潰れやしないよ。誰が新しいボスになろうと知ったことか。紫は戻らせろ。なら君が呼び戻したまえ。これ以上無駄な仕事はしたくない。まったく大損だよ。冗談じゃない。怪我して帰ってきたレナの修理費だってただじゃないんだぞ。結局私にまで面倒をかけおって。うかわめ。ボディーアーマーを着てたとはいえ、至近距離で撃ち合えばそりゃただじゃ済まんよ。オペ室まで自分の足で歩いてきたが、体中ボロボロだ。打撲や裂傷は数知れず、アーマーの保護圏外箇所の被弾が6箇所、うち4発が体内に残ってたから摘出。体の胸などバカスカ撃たれたもんで、あざだらけだ。ありゃしばらく血の混ざった小便が出るぞ。いや、処置が終わったら、ありがとうございましたって、また自分の足で歩いて出て行ったし、もう普通に動き回ってるんじゃないか。怪我ぐらい飯食って寝れば治る。そういう風にできてるんだよ、あの女は。ソウルスピード？なんだね、そりゃ。殺し屋が自分の名前なんて喋るわけないだろう。調べたんだよ。調べたのは私ですが。説明してやれ。名前は井ノ原真希。年齢は不詳。名前も本名ではない。出身や人種も書類上の記録なし。唯一残っていた記録がホローハウスの出身者で、5年前にアレクセイ・ニコラビッチに買われたという記録だけ。つまり深見玲奈と同じ施設の出身者というわけだな。年式も近いし、おそらく顔見知りだろう。後日深見から詳しく聴取する予定ですが、軽く聞いた話では施設では姉妹として育ったようです。聞けるようならその辺のことを玲奈から聞いておいてくれんか。私たちが聞くよりも君が聞いた方がレナも話しやすかろう。レナのついでに怪我の治療はしてやったし、今はうちでかくまってるが、さすがにこのまま無罪放免ってわけにもいかんし、飼い主のニコロビッチが死んだとなれば帰る場所もなかろう。あまり長く手元に置いておくわけにもいきません。簡単な調査を済ませたら書類を持たせて本社送りですね。そうなると長くて半年、早ければ2週間後には殺処分だな。かわいそう。別に。その通り。それに一度噛み癖のついた犬は飼い慣らすのに非常に手間がかかります。けどもったいないだろう。ホローの手がけた殺し屋なら中古で買っても数千万はするぞ。年式によってはプレミアだってつくんだぞ。治療をしていて気づいたが、体の作りがレナに似ている。つまり基礎身体能力や頑丈さはレナに匹敵するというわけだ。それを処分するなどとんでもない。例えるなら職人が一つ一つ手作業で作り上げた死力ともいえる高級スポーツカーを、前オーナーが犯罪者だったからという理由で廃車にするようなものだ。そんなバカがどこにいる。やめてください。これ以上バカが増えても組織の危険度が増すだけです。飼い主は皆そういうものだ。話がややこしくなるから黙っていなさい。せっ私が苦労して怪我を治してやったってのに、すぐに殺処分じゃ。何のために治したんだ、バカバカしい。それが礼儀というものです。うるせえやい。もう決めた。あの子はうちで引き取る。
いらないってんなら私が個人的にあの子を雇う。それなら文句なかろう。あれが私の部下になるのかと思うとめまいがしそうです。何がそんなに気に入ったんです？だってでかい。だから何ですか？おい葵、君はどう思う？君がいらんと言うなら私も諦めようじゃないか。君はどうしたいんだ葵？出てきたかも。クラクラして耳鳴りが止まらない。さすがのレナも今回はちょっとヤバかったわね。現場での作戦行動に軽微な問題があったことを認める。作戦？お邪魔するわよとばかりに敵前に飛び出して正面から撃ち合って先に死んだ方が負け。そんなやり方は作戦って言わないでしょ。いわゆる帰ったら怒られるやつってのは分かってる。でもそうするしかなかったんだもん。ほら私たちって仕事するときは大体2パターンじゃん。作戦開始前からググッと入り込んで頭の中でずっとシミュレートしながらブツブツ言って話しかけると気が散るから黙っててって怒るタイプと、現場にポンと放り込まれても普段と変わらないけど銃を抜いてセーフティーを外した瞬間にカチャッとスイッチが切り替わって一瞬で殺戮装置になるパターン。私はどっちかっていうとスイッチチェンジのタイプだから、どうしても出たとこ勝負になることが多いんだよ。出たとこ勝負って言えば聞こえはいいけど、それって日本語ではやけくそって言うらしいわよ。わかってるってば。それにしてもまた派手に包帯巻かれたわね。それ、なんて言ったかしら。ほんの少しだけ独特の世界観をお持ちになられている中学校2年生の方たちが患う日本の風土病っぽいやつ。10日にしては言葉選んだなぁ。12秒。そう、それそれ、すごくそれっぽい感じ。普段は封印してる目からビームが出て見ただけで相手は死ぬみたいな。何それ。イラッとする相手を見るだけで黙らせることができれば便利だなって私も思うことがあるわ。ああ、それ野上先生とか普通に身につけてそう、その能力。あの女の場合は視線で相手を凍りつかせる能力じゃない？どっちかというと。ああ、それわかる。たまに心臓がキュッとするもん。今日もさ、怪我して帰ってきた私をすっごい目で見てたし、言い訳すらさせてもらえなかったよ。で、怪我の具合はどうなの？まあ出血は止まってるし、傷の皮下縫合は済んでるんだけど、上皮は再生シートで接着しただけだから、あんま暴れるなってことでわざと派手に包帯巻いてあるみたい。一度に治すと上皮が引きつっちゃうから、しばらく経過を見てから上皮を整形縫合するんだ。こうして直した方が傷跡の見た目が綺麗なんだって。へー、見た目とかそういうの気にするんだ。私は別に気にしないんだけど、あんまりボロボロだとマスターが恥ずかしいだろうし。いや、あんたじゃなくて治療した仙石先生の方よ。あの人、機能が修復できれば見た目なんかどうでもいいって言いそうだけど。っていうか、あんたはあんたでちゃんと自分の体いたわりなさいよ。今日はもう部屋に帰って休みなさいな。ここでマスターを待ってる。ハルトなら怒ってないって本人も言ってたでしょ。でも一言ぐらい謝っておかないと、時間が経つと顔を合わせにくくなっちゃうし、のこともあの子がこの先どうなるのか気になるし。バックスってあのでっかい妹？昔は私より小さかったんだけどな。しばらく会わないうちにずいぶんと大きくなって、
最初分かんなかったよ。